4文字しかない。他の読み方か、爺様風に英語で読むなら。第一の番って、なんだ、ファーストナイト。バトラさんのその考え、なかなかです。鍵の選びし6人の生贄を6文字の文字列と読み解く柔軟な発想だと思います。鍵が鍵の形状をしたものとは限りませんから。アナグラムの可能性は私も考えてたの。そういや以前そんなことを言ってたな。しかしだとしたら何から6文字を抜くんだ。そうね、6文字も抜く以上それ以上の文字数だわ。第一の番を6文字以上にどう読み解けばいいのかしら。お父様のセンスならやっぱり英語なのかしら。行き詰まるようなら先に第二の番に進みヒントを探してみましょう。残されし者は寄り添う二人を引き裂け、残されし者は6文字を抜いた後に残った文字だと考えてよいでしょう。となると寄り添う2文字とはどういう意味になるんだろうね。そうか、わかったぜ。つまりはこういうことだ。2と4と5が残るな。それでどうなるってんだ。あ、4と5寄り添ってる。そうか、わかったで。つまり寄り添いし2人っちゅんは。そうさ、2と4は間が空いているが4と5は隣り合っている。寄り添いし2人だ。ぐっと、お見事です。バトラさん、引き裂くという意味が4と5も潰せという意味なのか、4と5の間を開けと言っているのかは分かりかねますが、その着眼は良いと思います。なら第3の番の残されし者は誉れ高き我が名を称えよってのは何だと思う。文字遊びである可能性が高い以上、それもまた言葉遊びの可能性があります。残された文字は誉れ高き我が名を称えよ。難しいね。どういう意味だろう。どなたかわかる方は。私は多分わかっちゃいました。何を教えなさいよ。これもアナグラムか。またしてもグッド。バトラさんはなかなか発想が柔軟です。アナグラムって文字遊びって意味だよね。ということはつまり残った文字を入れ替えると何かの単語ができるという意味じゃないかしら。だな。とするとちょいと勇み足な仮説だが、俺は第一の番に間引く大元の文字数は11文字じゃないかと想定する。またしてもお見事。私も同じ見解でした。どうしてよ。どうして11文字なんて言えるんや。生贄を一人殺すというのは文字を一文字潰すことを意味すると思われます。第二の番の引き裂けをとりあえず2文字の間を開けという意味で解釈した場合なら11文字、この引き裂けが2文字を潰せという意味なら13文字になると想定されます。なぜならその後の第四の番から第八の番にかけて5回殺せという記述が出るからです。そしてその次の第九の番で誰も生き残れないと書かれています。魔女が蘇るって部分をとりあえず無視するなら、これは第一の番に6文字潰し寄り添った文字を割いてさらに5文字潰したらぴったり文字がなくなるという意味ではないかと考えたんだ。実にお見事です。私とまさに同じ推理。バトラさんもどうやら私と同じ灰色の脳細胞に恵まれているようですね。ふっ
よせやい。適当だぜ、適当。おいおい、なんだよこれ。駒の俺は随分と頭が切れるじゃねえか。おかげで俺の推理する出番がねえぜ。ああ、ごめんなさい。バトラはこの時不在だったから私の方で勝手に駒を操らせてもらったわ。切れ者っぽくていいでしょ。あんたはベルンにプレイヤーをしてもらった方が賢そうに見えるわ。プレイヤーは降りて駒に専念した方が良くない？そりゃそうでしょ。それを教えてあげちゃったらヒントが過ぎちゃうわ。難易度の高い謎でなきゃ意味がないんだから。あら、いけない、これもヒントになっちゃうわね。
いずれにせよ、第一の番がわからねえ限り、これ以上はお手上げだな。私はマリアと一緒に上へ行ってるぜ。テレビでも見てる。そうだね、僕も上がるよ。そうだ、みんなで上でトランプでもしようか。エリカちゃんも一緒にどう？トランプ。お気持ちだけで結構です。客人の分もわきまえず、ちょっと仕切りすぎました。今夜はおとなしく休もうと思います。自分が遭難者であることをすっかり忘れていましたから。まったくだぜ。とても溺れてたとは思えない元気さだ。若さね。でも楽しかったわ。あなたのおかげで推理が一層進んだ気がする。もし私が黄金を見つけたら100万円くらい分けてあげるわ。せめて気前よく1億くらいドーンとは言えんのか。結構です。私に興味があるのは謎解きだけですので。それではこれで失礼します。おやすみなさい。おう、おやすみ。あら、バトラ君は上に行かないの？俺はちょっと面白くなっちまった。もう少しここで考えをまとめてみます。第一の番を示す文字列さえ分かればきっと一気に道は開けると思うんすけどね。第一の番、第一の番。ローザおばさんは、なんか思いつく文字列とか言葉あるっすか？さあ、私には全然。でも、第一の番じゃなくて、第十の番は、ちょっと気になったかしら。第十の番？何ですか？黄金鏡って単語何度も出てくるでしょ？出てきますね。なぜか、第十の番だけ、旅は終わり、黄金の今日、いえ、里ね、黄金の里へ至るだろうって書かれているの。どうしてここだけ黄金の里と書かれているのか気になってね。本当だ、確かに他はみんな黄金郷って書かれてるのに。しかし、バトラ君とあのエリカちゃんって子はすごいわね。発想が本当に柔らかい。私なんかもうおばさんだから頭が全然回転しないのよ。今日の鍵の選び師6人は6文字を間引けという意味だという推理は見事だったわ。そう聞かされちゃったらもうそうにしか思えないけれど、それまでは全然そうだと思わなかったもんね。自分の頭の硬さが嫌になるわ。そんなことないっすよ。ローズおばさんだって頭十分柔らかいっすよ。その黄金の里って発見は何かの鍵になるかもしれないじゃないっすか。とんでもない、カチカチよ。私なんてついこの間までは第一の番というのは黄金鏡までの道中を
10分の1の場所だとか思ってたんだから。なんすかそれ、面白そうだから聞かせてくれませんか。だって第一の番の前の行に黄金郷へ旅立つべしって書いてあるでしょ。そして10日をかけて旅をするわけだから、これはその旅の途中のお話なんだろうと思ったの。旅、確かに、うん、それで旅を始めて最初の一晩目のキャンプで6人を生贄に捧げて、なら、その場所ってどこだろう、スタート地点から何キロ目なんてね、内緒よ。おばさんバカだから黄金の里のことずっと黄金の郷って呼んじゃってて。ほら、郷って言うと京都みたいでしょ。だからお父様の故郷から京都までの旅路の最初の10分の1の地点に何か秘密が隠されてるんじゃないかって思って。いや、めちゃくちゃ斬新っすよ、その発想。10日をかけての旅の最初の一番目の場所、そこの地名が鍵か。それを知るにはスタート地点とゴール地点がわからないとね。スタート地点はわかってるの、お父様が懐かしむ故郷はわかってる。お父様は少年時代をとても遠方で過ごされたのよね。でも問題はゴールの黄金郷ね。一体どこのことなのかしら。それがわからなきゃ私の説もさっぱり。長いことここで行き詰まってたんだけど、今日のバトラ君たちの推理を聞いてて、やっぱり私の恥ずかしい勘違いだったんだわって思い知ったわ。いや、それはそれできっと面白い発想だと思います。うん、スタートとゴール、10日間の旅、その最初の一晩目の到達点。案外バトラ君ならポロッと溶けちゃったりしてね。もしおばさんのヒントで溶けたなら1割の半分でもいいから分けっこしてね。約束よ。あんたの部屋は2階じゃなかったか。てっきり上に上がってもう部屋で休んでるのかと思ってたぜ。ちょっと探し物をしてまして、ここにならあるのではないかと思いまして。探し物？探し物ってのは本なのか。本と言いますか、まあ資料です。どうしてもしたい調べ物がありまして。碑文の謎に関する探し物か。まだ諦めてなかったとは殊勝なこったな。200億の黄金は魅力か。まさか私にとって興味があるのは謎解きだけ、黄金を求めるのは推理が正しかったことの証明が欲しいからだけです。仮に見つけても猫ばまなんてしませんので、ご安心を。